はい、どうも、コバです。ファイナルファンタジー15、体験版エピソード出すか。前回の続きですね。洞窟の探検で、ゴブリンのお化け屋敷みたいなのを通過して、プロンプトスが、まあ、なんか、ムスカ大佐みたいに、ね、なっちゃってね。あーってね。全然似てねえよ。まあ、続きやっていきまーす。で、前回なんか、色あせた、んたらかんたらの投資みたいなのを手に入れましたね。なんかこっち行きてえけどな。怖えよ。あ、こっちでいい、いいの？またゴブリンかよ。もう前回ポーション使いすぎてね。もう逃げようかな。うわ、何なんだよこいつら。もう本当に。あそこなんかある？あ、やっぱこれでも減るんだね。やっぱここはガンスルーだな。立て直そう。倍返しな。いや、もう時間がかかるよこいつら。経験値おいしくないし。もう何なんだよこいつら本当に。これ戻ってきた？なんか戻ってきたね、これ。もしかしてこれゴブリン全員倒さないとダメ？もしかして。マジで？じゃあゴブリン全員倒しに行きまーす。まあそこまでカット。というわけなんですけども、まあ無茶です。真剣に数えたらこれ30匹ぐらいいるし、矢印ガン無視してました。一応ね、どこに行きゃいいかは大体分かりました。思いっきり矢印ガン無視してたよこれ。あそこなんですけど、死ぬ。すぐに助けるからな、プロンプト。危なかった。いや、すぐそこなんだけど。しっかりしろ。悪いな。来てくれませんか？まずい。行けよ、クソ。
あ、もう 0. なんちゃらかんちゃらって書いてあるんだけど。よ、軍師が前に出過ぎたか。すまなかった。ほらよ、もう群がりすぎでしょ。すぐに助けるからな、プロンプト。危なかった。みんな死にすぎだよ。悪いな。ちなみに言うと、もうポーションないです。もういろいろと取られたりとかしてるんだよね。しっかりしろ。助けて。ありがとう。もうアイテムないんだけど。というわけで、また事態が収束するまでカットしたい。倒れるには早すぎるぞ。悪い、手間かけた。いいからノクトは走れって。あー、逃げたいんだよね。まあいいや、ちょっとファントムソード使おうかな。うお、めっちゃ強い。え、全然違う、このファントムソード。少しまずい状況か。まだまだ働け。危なかった。これ、いや、これポーションだな。この2匹で最後かな。というわけで、やっと終わったよ。何回カットすりゃいいんだよ。そんな技術ねえって俺に。さあ、何かあります。これは一体何なんだ。新たな星の力がノクト
ティスに宿った。ノクティスの MP がゼロになった時、雷神、あーなるほどね、はあ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 、じゃあ出ますか。というわけで、なんか新しい力というかをゲットしましたね。というわけで、なるほど、スモーク街を倒すと。なるほど。メインクエストはもうこれだけになりましたね。というわけで、ちょっとっていうか、もうラストは、次のパートで撮ろうかな。そうしよう、そうしよう。というわけで、ローディングが終わったら宿泊して終わろうかな。おそらく多分次のパートもしくはその次のパートぐらいで、ファイナルファンタジー15体験版エピソード出すか終わるかと思います。ついたね。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次の動画はね、さっき言った通り、おそらく最後もう一度ベヒーモスを倒すじゃないかなと思います。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。それとね、チャンネル登録の方も、できればよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で。バイバーイ。